はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。なんか久々に4人とか多いね。なんか大人数で4人でお疲れ様です。初めてじゃん。初めて。そう、基本初か。バッテンの通貨のカメラ側に。ああ、バッテンのお疲れ様です。一応4人で声が入ったんで。あ、そうかそうか、なるほどね。新鮮です。はい、まあ、この間あの青とかですね、はい、無事公開されましたね。アップされましたけれども最高だったね。めちゃ最高だったね。最高だマジ何回も見ちゃう。マジで見ちゃう。めっちゃ見たよ。1月3日。いや、編集お疲れ様でした。ありがとうございました。マジ最高よ。コメントとかもね、いっぱいいただいたし、グッドボタンとかもすげえ多かったもんね。なんか、うん、もう一気にグッド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 。ありがたい。江戸春になってね。江戸春に入ってないか、これ絶対入ってない。絶対入ってない。4人ずつなんて結構遠いのよ。そうなんだよね。いや、本当に楽しかったしね。楽しかったんだよね。どうだった？その、じゃあ歌勢。いや、あの、こういうので、ああいう撮り方で歌うっていうの初めてだったから、ちゃんとね、声出ないね。いや、全然声出ないし、出ないよ。実際、やっぱりあの編曲もしてくれて、タバが全部編集してくれて、見たけど、もっと出てるな、もっと出せるな、声っていうのは、やっぱりずっとある。わかる。めちゃくちゃわかる。で、あのゴリがね、別格だわ。びっくりしたよ。ゴリマジ上手だ。やっぱ言ってたよ、二人とも言ってた。びっくりした、マジで、うん、俺とひーくんが先、あのスタジオカードついて、で、なんかゴリ来る前にちょっとじゃあ練習しようみたいな感じで、うん、まあ、ちょっと何十分か練習したのよ。で、まあ、それでも全然なんか、あーむずいわみたいな感じで言ってて、で、まあゴリ来る前にちょこっとあのレコーディングというか通り取り出してて、で、ちょっとして1時間後ぐらいにゴリが到着して、ゴリがもうマジの練習なしで一発目に、じゃあもうゴリ1話1話みたいな感じでゴリにあのやらせたら一発 OK。 ゴリ一発ないよ。マジ一発、マジで一発だよ。一発で多分あの声のそのトーンとかもほぼ変えてないと思う。そう、ああ、いじってない。もうそういうのもない。いじってない多分。いや、もうすごいよね。だからもうあの本殿ベンチのカメラマン兼声の人だけじゃダメなの。だからもっとあのいろんなとこ行かなきゃいけない。なるほど。歌で本当にもったいない。絶対羽ばたけるよ。羽ばたける人。だからあの今後ね、ゴリの歌とかもっともっと増やしていこうかな。歌いたいって言ってたしね、ゴリ。そう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 。料理以外にね、味噌ラやってもらおうよ、味噌ラ。あれ、あー、そうだね。おはこ、味噌ラリバリ。ゴリのモノマネもうまいから、あの、ぜひ近日公開。近日公開。あいつない。やっちゃえば。やっちゃえばゴリも。ダンスチームはどうだったんですか。ダンスチーム、うん、まあそんなに振りの量は多く、はいはいはい。そうね。まあほとんどタロが作ってくれた。まあだからその歌組よりやっぱ本番のあの暑さでの何回も何テイク何テイクも踊るっていう体力面が多分一番当日はきつかった。うん、そうだね。あのゴリ B メロのあのまあ踊ってるシーンじゃん。はいはい。あのメイン、まあ、結構バッチリ映ってる2人の、うんうん、このパンのさ最後ここ腹が下がってこれ、はい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 、もうしびれたよ。しびれたよ。本当にダッダッダッもすごいよ。かっこよかった。そっか、ヒー君はそうだ、初日撮影来れてないから。そうなんですよ。これね、これちょっと裏話だね。確かに俺とヒー君は、あ、俺と直太郎はヒー君と会ってない。会ってないね。そう、そう、2回目の外の撮影でパンパンとゴリとヒー君は撮影してたけど、俺らは1日目の段階でヒー君いなかったから。そうなんだよ。ザースもあれで、そっか、初めて見て。そう、あれで初めて見て、もうね、たまらんよ。あそこでもいい。最高のあそこが、そう、あそこのでは好き。もう本当に2人には申し訳ないけど、一時停止して表情を見てる。それくらい見ちゃう。わかるわかる。めっちゃいい顔してんだよね。よかったよかった。超良かった。ちょっとしんみりな感じの、はい、ちょっと、そうすごいね。笑顔って感じでもないね、あそこはね。めちゃくちゃ良かった、あれは。サビはね、結構ポップな明るい感じを意識して、やったけど。なんか、あの、やっぱ、2日目のこの天気が俺的には、
良かったからっていう、このカンカン的じゃなかったでしょ、うん、そう、この時で、ひーくんのその一番、2番の最初、うん、その時確かにその時、ちょっと曇りのあの、あの芝生にこう座ってるシーンだった、うんうんうん、あれ、合う、合ってるね、すごい合ってて、うん、いや、ナイス、確かに、確かにあの感じすげえよ、ちょうど良かった、うん、めちゃくちゃ合ってて、あの、うん、映像、そうだ、ね、うん、めちゃくちゃ良かった、本当はね、ちょっと早めにそう出したかったね、まあそうなんだよね、だからもうちょい台風が、そうそう、スカミンがね、撮影日候補出してうちらスケジュール合わせたのに全然梅雨とか台風とか天気で梅雨入りしちゃったんだね梅雨入りが入っちゃった、まあでもどうしても晴れで撮りたいっていう、まあそうだね、妥協はちょっと構想、ずっとイメージあったから、そうだね、そうだね、まあだから今後、あれだね、今度スタジオカード、はい、ね、よかった、うん、まあ、本当に軽いコラボじゃないけどね、撮影してくれた裏、余計なんか裏話とかがいっぱい出てくるじゃないですか、ハワードさん、ハワードさん、うち出てくると思う、ね、うち出てくる、うちらのわがままにどんだけ付き合ってもらって毎回さ、サントラの時もそうだった、そうだね、こうしてほしいとかなんか、まあ、そもそも僕らの高校一緒なんですけど、直太郎の代、そうそうそう、俺の1個上のカワードさんが結構そういう DJ だったり、うん、そう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 、詳しくて趣味ですごいやってて、そうそうそう、曲作りとかもやってるから仲いいからそこ行って撮らせてもらってみたいな、そうそうそう、で、曲自体も調整とかいろいろしてもらって、うん、映像撮るのもカメラ持ってきてくれてっていうのも、そう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 、サントラの時も今回の青と夏も協力してもらってて、本当ありがたいんですけどね、めちゃくちゃありがたい、大事だってない、そうなんだよね、マジで、だからそこに行ってもっといろんなトークできたら最高だなって、そうだね、そうだね、ぜひぜひ、うん、もう聞きたくねえよ歌って言われる、いや言われるよサントラの時言われたから、まあ何回もみんな見てくださいよ、本当見てほしいね、お願いします、お願いします、うん、はい、こんな感じですか、そういうところは言っとけよこの話から、コロナのワクチン2回受けた話、この後に喋れんよ、いけよ、無理やん、ちょっと聞いてって喋れよ、あれちょっと聞いてなに、なに、どうしたこの前さ、ワクチン2回目打ったんだけどさ、めっちゃ体だるいんだけど、なに、なんて言ったの、なに、めちゃくちゃ体がだるかったのよ、本当にだるいんだよ、やっぱそう、マジだるかったの、まあ、俺はね、ちょっとなんか、まあ、熱は出てないの、あれ出てないの、熱は、ね、出てないんだけど、体のだるさがなんか抜けなくて、検温感というか、あの検温体感ね、検体感、そう、人が検温感は違う、人が違う、検体感がね、ちょっと抜けなかったけど、まあ、その人それぞれだと思うし、俺はファイザーを受けて、はい、でもモデルナの方が結構副作用が強いとかね、そうなの、でモデルナの方が強いって、なんか、うん、なんかな、うん、まあ、だからまあ、人それぞれだけど、まあ、受けないよりはね、受けた方がいいなと思って、まあまあまあ、なんかこんな話するとちょっとやっぱビビッ、でも怖いっていうか、やっぱそうなっちゃうのは怖いって言って取られても嫌だから、いっぱいいるじゃない、あんまりね、すごい、いいのもだけど、結構真面目な、珍しく真面目な、超真面目な、え、でもやってたけどね俺も一回受けたんだよ、あ、そうなの、最近、モデルナ、俺モデルナ受けて、ああ、どう、一回目だから、まだまあ春が痛いな、ああ。で、ここ硬くなるし、うん、ああ、やっぱそうなんだね、敵行くと2回目俺怖くなっちゃうな、いや、まあそうだよ、まあでもね、そんなよ、あのそんな、そんなじゃない言うて言って、やっぱりな、俺あるけど、出てる人、出てない人も、はいはいはい、ちなみに行くと1回目やろ、1回目は、そのさっきパンちゃんが言ってたのと一緒で、あのちょっと硬くなったり、あの熱いって言ってたら、これだけホテルで、筋肉痛でこれ、まあなんか腕上げるのはもう嫌だなみたいな、痛いな、最初だった、そう、働けるぐらいの感じだったから別に問題はない、打った後は普通に仕事してた、うーん、マジか、そうなんだね、俺が一番早かったからちょっとみんながね、受け、もしまあ今後受けるってなったらその体調の変化を、そうです、話してもらって、うん、まだ受けてない人いっぱいいるだろうから、そうだね、そっか、そういうのも気になる人は気になる、いや、いると思う、ね、全然いると思う、ね、そんなこんなですね、はい、最近あった僕の出来事。じゃあいいですかね。はい。じゃあ締めてください。はい。お願いします。はいはいはい、俺が締めるの。いいですよ。やだやだ。緊張するやん。おつかます。
スの締めってどうやってやるの？いや、ない、自由です、自由です、ルールないです。じゃあ、また次の動画でお会いしましょう。 See you next time! ちょっと面白くないの？